ラジオ門、ラジオ門、ラジオ門、ラセイ門は、古代日本の都の城の正門。スザク王子の南端に位置し、北端のスザク門と相対する。後世に、ラショ門とも。ラジオ門とは、本来は、都の城を取り囲む城壁である、ラジに開かれた門の意味であるが、一般的には、平城系、平安系の教域南端中央に正門として、 設けられた門を指す。両刑では、その存在が確実であるが、いずれも、現在までの発掘調査では、門建物の規模などの詳細を、明らかとしない。その他の都の城では、存在自体が明らかでなく、例えば、藤原計の場合には、教育難関が、給料にかかるため存在しなかったと推測される。一方で、ラジオ、城壁に関しては、中国では、 多くの都市周囲に巡らされたが、日本では実態はほとんどないとされる。文献上では、日本初期天武天皇八年六七十九年十一月0月上に南波地倉城と得るのが唯一の例で、この南波羅城も考古学的にはつまびらかでない。また、平城系、平安系の場合には、教育南端において、 ラジオ門の領域の一部にラジオが築造されるのみであったと推測される。ラジオが都の全集を取り巻いているならその門である。ラジオ門も複数あるはずであり、ラジオ門が一つの門の固有名詞であることはその門の周囲にしかラジオが存在しなかったことの証細とされる。ラジオ門は都の正面を装飾するための建築であり、外国指針の入境が途絶した後には、 その必要性を失って荒廃することになる。なお、近年に、太宰府で、ラジオ様の土塁以降が検出されているほか、太宰府ラジオか、金星に、豊臣秀吉が京都に巡らせたごどいに、ラジオの性格を認める見方もある。ラジ門のもともとの読みは、ご音で、ラジオ門、観音で、ラセエ門であったとされ、十、悪多章では、ラセエ門と見える。 点火した俗称として、宇治周囲物語では、雷星門と見えるほか、演技式では、雷使王、雷衣装、十、悪多章では、羅生王と見える。これに関連して、現在も平城系羅城門関付近では、木杉母の墓地名称の依存が、平安系羅城門関付近では、木杉の生字名の依存が知られる。中世頃からは、羅章の読みが一般化したものとされ、当時で、 羅生門とも表記されるようになった。平城系の羅生門は、現在の奈良県大和郡山市観音寺町、奈良市西九城町の羅生門橋付近に位置する。文献上では、俗日本紀において、雨乞い、外交施設送迎など様々な儀式が行われたことが見える。以降は、現在では、佐保川の流路内、西川堤防下に位置するため、 中心部分は大きく破壊されている。1969から1971年、昭和44から46年の発掘調査では、被弾の生誕部分が検出された。規模については、従来は、平城宮須鹿門と同様の桁雪5件、張間2件と推定復元されていたが、近年の情報での発掘調査結果をもとに桁雪7まで、 呂内最大と復元する説も挙がられている。またラジオについては、ラジオ門付近のみとする説、京南辺全体とする説があるが、2005年、平成17年に700メートル東方でも、掘った柱構造のラジオが認められている。また、俗に本記によれば、門前に三橋があったことが知られ、これは現在も付近の正字名として依存する。なお、氷山城では、 天守台の石垣のうちに、平城系羅城門の祖先と伝わる、石の依存が知られる。平安系の羅城門は、現在の京都府京都市南区から柱城門町に位置する。文献上では、日本紀略において公認7年、816年8月16日夜に、大風で倒壊したと見えるほか、その後に再建された門も、百連勝によれば、天元3年。 980年7月9日の暴風雨で倒壊したとみ、以後は再建計画が上がるも実際に再建されることはなかった。ただし、今昔物語集、ラジオモン上層に、通り手死にを見死ぬす人の語によれば、倒壊以前にはすでに荒廃しており、上層では死者が捨てられていた、後世の芥川龍之介の、羅ジ門の題材。小月では、11世紀前半頃に、 藤原道長が、北条寺根流に際して、礎石を持ち帰ったと見え、当時には礎石のみの状態であった。その他、羅城門の鬼に関する要局、羅城門などの様々な怪奇端が知られる。移行については、数回の発掘調査が実施されているが、現在までに確認には至っていない。規模について、十悪田などでは、桁行七間、張間二間で二重格とするが、 浦松方前の大大律交渉では桁行き休憩とする。またラジオについては演技式では城壁ではなく柿と見え規定部幅6尺とする。大大律交渉で教育周囲に黒線が引かれることなどから教育周囲には別に土類、溝の存在も推測される。現在ラジオ門関付近に残る唐橋の地名は ラジオ門前の、そうした溝にかけられた橋にちなむとされる。近年の教育東端、東京局大路における発掘調査においても、ラジオの規格に沿う、幅の聖地層は認められているが、壁自体は確認されていない。なお、当時像の木造株とばつびしゃ門店立像、国宝屋山採遊わら、国の重要文化財は、元は平安系羅城門にあったものと伝えられる。 ビシャモン,ンの暗地について、幼州府市では、当の成番信興平定の古事にちなむとするが、同書では、八肘ビシャモン,ンとあって、当時のものとは異動しており、詳細は明らかでない。また三歳右鬼瓦については、大大理のプラクドの後出土のものと同伴であることが、判明している。注釈出展、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。